だからね、この辺オフィス街なんだよ。バイコート S さんかつら、かつらじゃないよ、地毛。容疑者大統領ドナルド・トランプ氏、三立てメガネ、立てじゃないよ、風強いね、ちょっと風強いっすね。リオンさん、トランプだ。かぶってるね。妻からアットマークからくりくりから峠さん、パンチ系の基本をマスターだ。うん、歯全部硬い。歯全般硬いっすね。リオンさん、イエス W、イーキャン。
キットアットマークグミさんかった。あ、硬いの。ありがとう。ありがとう、ハート。ひわいさまキットアットマークグミさん、空手の基礎を教えたいっすわ。Get out of the thing.ごめんね、つまんない配信で。パンチ力、昨日測った180が1回出て、180キロが1回出て、170キロが2回出て、そんな感じでしたね。YouTube、昨日の配信のトレーニング動画の最後に載ってます。
ける。ホーリーおじさんさんめちゃめちゃ練習した結果、試合はドンフライ対高山パターンで期待してます。マリファナの匂いがすげえ。誰かマリファナ吸ってるでしょ。那么
のんちゃん帰ったよ。あのんだけいらっしゃい。頑張るよ。応援よろしく。風船ありがとう。
いやそうでもないよ、そうでもない全然。あと4分か。長えな。まあ、あいつら落ちるよな。悔しいぜ。あと2分。体が重い。え？いない？どうした？
はい、終わり。20分きついな。おっち。ね、いやまあスパー今できるぐらい強くないかんな。サナさん仕事しないの？仕事してるけど働いてるよ。仕事してるよ。あ、今日やったよ。タイムシフト上がるから。今日結構ガッツリ話したよ。夕方。YouTube に上がってるよ。結構いい雑談できたよ。そうなんだよね。稼げなくてさ、雑談のファンが多いから、雑談がないとやっぱりさ、アイテムは全然減っちゃってさ、閲覧も減る。閲覧はまあ結構多いんだけど、やっぱ配信者が目の前にあるとアイテム投げづらいよな。悔しいっすよ、正直。悔しいよ。
あでもね、試合で取り返そうね。練習でさ、ちょっとかそっても、お、長い目で見て、雑談とかもさあるけど、いや、バード頑張ったじゃんって、勝ったじゃんって、試合で取り返そう。おお、ジャッキー、いらっしゃい。めっちゃ見られてたね。アヌンザキさん、試合にはコンタクトする。コンタクトしないよ。裸眼でいく。怪我するからコンタクトすると。ゆめさん、いらっしゃい。
そうだね。個人経営者さんいらっしゃい。この前コメントをごめんね、いっぱいくれたのに。タイムシフト見て、ごめんなさい。全然コメント返せなくて。昨日が初めましてですかね。個人経営者さん、いっぱいアドバイスありがとうございます。ごめんなさい。昨日は練習でコメント読めなくて。YouTube に上がった動画自分で見て、いっぱいコメントいただいて嬉しかったです。ヒクソンのやってるやつですよ。メロンさん、その動きは何だ？これはですね、腕から肩から脱力して腰のシフトウェイトと回転をイメージする、パンチの打つ時の基本動作をやってます。ストレートをジャブ打つ時の、そう、この動きがこれに変わるわけよ、うん、見えないでしょ。サトシさん、腰が回ってないような。硬いんだよ。メロンさん、パンチ早いね。B.SIN さん、肘が上がってる。よし、1時間体温めた。バルさん、最初に比べるとすごい成長してる。これから楽しみ。そう、B.SIN さん、それしたらガード上げる癖がなくなる。ん？
さんステップ派。ステップ入れない。ステップワークは2、3週間後から。ありがとう。メロンさん蹴りもやっちゃおう。ゲームやんない。そうだね、猫背だね。メロンさん見られるのきついね。うん、ちょっと恥ずかしいね。人と比べてない。家着いた？家着いた？おーす。なんだ、着いた？これから始まるよ。今、ストレッチ。シップカツマレハ。
今の良かった？ありがとう。いいパンチあったら教えてもらいたいね。今の良かったとか。うん。なんか家に帰ってタイムスクショ見ないと分かんないからさ、もし良かったら今の良かったよみたいな教えて。もっとこうとかさ、フォームがね、家に帰って後悔するんだよ、こうしようとか。体重 77.7 トイプル7。ステップはやらないっす。でもカサがついてないんでガサガサになっちゃうから応用はしないっす。教えられたことから一個一個やっていきたいんで、変な癖つけると怖いっていうのはジャブとストレートはもう分かったんで、日曜日にあのコーチングまたしてもらうんで、その時まで余計なことはしません。キックもやりません。いや、ステップ教わってないんで。
それがですね、硬いの。フォームが悪いのかな、極端に体が硬いのかな、どこら辺までひねるもんなんだろう。こんなんでバランス取れなくない？どうやってバランス取ってんだろう。どういうこと？これくらい？おかしくねえか。ほう。シップカズバレハナ、ヒッカ、三胸閉じるから腰回らない。脇？胸閉じるから腰回らない。開くの？開くの？ほう。肩甲骨から伸ばす。分かんねえよ。左を後ろに引く。はあはあはあ、なるほど。はいはいはい。ノンさんアットマーク和道の嫁さん手を投げるイメージかな。こんな感じ？こんな感じ？こんな感じ？手を投げる。いや、早くしちゃうんだよ。まずゆっくりやってるの。左の脇を締める。締めて引く。回り出した？さっきよりいい？回る感じっていうかさ。こんな感じ、こんな感じ。あ、そう。フッカー打てるようになる。そう打ち抜けない。ダディさん右出すと
な感じ？こんな感じ？あ、違うな。メロンさんずっと前を向く。これだ、これだ絶対。メロンさん技術ないとヤバいっしょ。 LL、スザク、LL 参加を動かすと相手に当たらないしパンチもらう。ドレミさんちなみにパンチは打つことより戻すことに意識な。頭回んなくなってきたから休憩します。一旦レッドブル飲みたいな。レッドブル売ってないかな、どっかに。レッドブル飲みたいな。どっかレッドブル売ってねえかな。メロンさん上手くなってきてる感じはある。いや、昨日手応え感じたかな。今日はまだこれだっていう感覚のストレートはないね。だからフォーム間違えてるんだと思う。レッドブル飲みたいよ。近くにあるけど
これ自販機あったら自販機で買いたいね。あったあった、モンスターとレッドブルがあるね。レッドブルにしよう。彼女帰ったよ。彼女帰った。え？え？何？メロンさんパンチに見せかけてキックとかのフェイントも良いかもしれない。なんだ？入らねえな。埋めたいっすね。なんだ入らねえな。なんだ金が入らないって。入った入った、やっと帰るわ。そうっすね、きついっすね。え？金落とした。落としてない。ドレミさん、お互い素人なんだからきつくないだろ。20分ですね。20分やりました。ケビー。うまっ。うまっ。まあでもとやかく言われんのが俺の仕事みてえなもんだからな。コメントカタカタ打って強くなれるんだったら誰でも強くなれるでしょ。
やりません。やりません。もうこの人から教わるって決めてるんで。ボロロさんはどつ。これはどつ、いらっしゃい。そうっすね。青じいさんはどつだよ。おお、青じいいらっしゃいよ、ワドツしたいっすね。彼女に金メダルプレゼントしたいんですよ。付き合って何にもしてあげられてないんで。勝つか負けるか分かんないよ。強くなるしか方法がないと思ってる。相手もトレーニングしてるわけだし、本気なわけじゃん。ポンスケさんだね。青じいさん勝つことに無心になれ。勝つか負けるか分かんないですよ。勝つことっていうか負けたくないですね。僕は負けないです。うめえな、レッドブル。頭がカーッとキンキンに冷えるね。アキヒサさんいらっしゃい。戻ります。休憩。そうだね、新宿だから綺麗でしょ、夜景が。ほら都庁夜景綺麗でしょ。この辺とかロケーション綺麗だよ。ボケちゃってるけどキラキラだね、新宿は。向こうの方とかね。レッドブル美味しいね。高いけど。いい感じだね。青じいさん綺麗だ。綺麗ですね。東京は綺麗だ。夜景がね。向こうの方ね。
新宿ですね。新宿の中央公園で練習してます、いつも。そう、体冷えたから上着着てやろう。原神さん、明日仕事あります。もちろん。無理もできないやつが試合で勝てるわけないっすよ。大会の方がどういうこと？青髄。そうだね、都庁に向かってパンチしてますね、僕は。はい、都庁これです。はい、小池百合子にパンチ向かって打ってますよ、これ都庁ね。小池百合子に向かって、猪瀬を返せ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 。運営が、あ、運営大丈夫ですよ、バッチリですよ、バッチリです、バッチリです。かなり本格的っすよ、かなり本格的です。メロンさんだった一人で都庁に立ち向かう。モロロさんわらわら、コーヒーおじさんさんわらわらわら。今の面白かった？いっぱいやる？うん。イノセを返せ！イノセを返せ！イノセを返せ！飲み方さんいいよ。イノセ！いい感じだった。続けましょうか、明日。あんまりやると怒られるんで。ありがとうございます。麻酔嫌いなんだよ俺。
頭似てる？3分のシャドウ全力じゃなくていいですか？やります。吉村博之さんアンコール、猪瀬を返せ、猪瀬を返せ。そんなに気に入った？みんな、じゃあ3分間やりましょうか。ちょっと本来は今日はそれ目的じゃないけど、いきます。 OK、疲れっす。
そうだね、本当にそう。まだねシフトウェイトと腰のキレが全然ないんだよ。こんなパンツじゃ倒れない。スピードも出てないし、パワーも出てない。足腰、体が連動してない。リズム感ねえな。こんなんじゃやられちゃうよ。体力が相手の方があるもんね。やばいね。いや、わからん。自分ではわからん。自分では全然わからんよ。毎日毎日頑張るしかできない。6月10日に格闘技の大会出ます。練習です。はい、何でしょう。呼んでない、シリ呼んでないから。呼んでないよ。 GGGGGG19713 やすぐな。そうっすね。おかずレーザー、三軸のブレがだんだんなくなってきたぜ。シボンさん、シーリーも心配しとるわら。まあしっくりこないですね、パンチ。ジャブはまあいいかなと思ってんだけど、肝心のストレートがダメだね。誰かとミスを打ちしたいとこだな。サン・イノセお願いします。小池百合子、聞いてるか。今からお前に向かって30秒間シャドーボクシングをするよ。行くよ百合子。イノセを返せ、イノセを返せ、イノセを返せ、オリンピック最高、イノセを返せ。疲れるわ。これダメだ、疲れるわ。喋りながらパンチは難しいよ。真面目にやろう。カエルさんは度数頑張って。ありがとうバガー、バガーありがとう。高むね。
猪瀬よかったのにな。猪瀬よかったのにね。はめられたよね、あれ完全にね。S に志田さん機にゆっくりロー蹴ってきて。ゆっくりロー。これでいく。小夏さんはのつ大変そうめまい顔。シボンさん、マスドへの忘れられた感バラバラ。マス嫌いなんだよ。お夏いらっしゃい。リングは小さいらしいね。幼稚さんキックのスタンスじゃない。S西田さん、うん、ガードしてこっちがこういくって教わった、うん、ムエタイはこうって教わったね。セシボンさんジャブの時剣作らなくてもいいってドレさん言ってたね。ジャブの時拳作らなくていい、ドリさん。うん、握るなって言われた。もうスピード、とにかく。うん、握るなって。うん。おろろさん、顔で笑うよ。顔で笑う？猪瀬を返せ、猪瀬を返せ、猪瀬を返せ、猪瀬を返せ。GJ さん、顔芸も大事か。顔芸してないから。顔芸してない、今日。一回もやってない。帰るか、そろそろ。あと4分で、あと4分で帰ろっか。何もやったことないっす。
何もやったことないですね。10日間シャドーボクシングやってるくらいです。おなずさん、ラストスパート。ラストスパートはいい、もういいよ。ロープでリングは不採用。ロープでリングって何？ロープでリング、ポンデリングみたいな。もちもち食感、わかんない。ミオンさん、小銭チャリチャリ言ってる。うん。セシモンさん、カツアゲに注意、小銭わら。ナマコン、イチゴさん、昨日よりは全然良くなってるような気がする。顔の血色がいいですね。体重何キロ減ったんだろ。嘘。体重増えてますね。77.7 なんで15キロぐらい増えてる。サトシさん、ロープでリングのサイズを作って練習する、どうかな。ロープ、ああ、そういうことか。いや、リングワークはいらないんじゃないかな。まだ後半1ヶ月とかでいいんじゃない。今体こんな感じです。今こんな感じです。今の状態は S 西田さん、減量したらあかんて。増量するつもりだったんだけど体が動かないんだよね。うん、緊張はしなくて調子に乗って滑るタイプですね。本番調子に乗るタイプですね。1回500円の？マジで？行こうかな。1回500円？マジで？行こうかな。あ、放送できないと面白くないかんね。テルジャンピンの目の高さでやってみる。ちょっと上すぎるからテルチャンピンの目線にします。これが多分ね、俺と向き合った時のテルの目線なんだよ。こういう感覚で多分殴られるはず。出るわ。サトシさん、リングの中で練習すれば立ち回り逃げ方とかも練習になるよね。どうしたまごさん、和道さん、身長何センチです？170ですね、僕は。トカシキさんのジムあんの？ローケルフリしてローケルフリしてね。多分ね、これくらいの高さなんだよテルチャンピン。だからテルチャンピンのイメージはこれだよね。こんな感じだね。
デブです、簡単に言うとデブです。ミッキーさんボクサーのナジーム・ハメド知ってる、ステップが面白い人。知ってるよ、この人でしょ、この人でしょ、こんな人でしょ。あれは体感が良すぎるんだよ、かっこいいよね。ラマポンいちごさんこそデブだね、わら。デブデブ。じゃあ帰りますか。よいしょ。ミッキーさん W わらわら、うん、帰ります。ありがとうございました、たくさんの人応援してくれて。試合頑張ります、入ります。オロロさん水拳でしょ、水拳。ラマポンいちごさんお疲れ様、カエルさんバーガーをプレゼントしました。イオンさんお疲れ様、ミッキーさん頑張って、ハッチアットマークひねもすかずみちライフさんお疲れ様。水拳でいくか、ジーシーさん次は分かりますか。お前絶対絶対俺負けないからって、あーこの野郎っつってこれでいくか、カエルさんわらわらわら、あーてめえこの野郎っつってこれでいくか本番。ミッキーさん強そうわら、水拳の方がいいんじゃないか、動きが急に切れたからね。変身さんわらわら、あーお前なんて絶対負けないんだからなってあーこの野郎、うん、これでいくか本番。よし、継ぎ枠っていうか枠切らないよ。 GJ さん原パン KO、 正義の味方さんいいね。これあれにしとか、煽り動画これでいこうか、煽り動画、入場の時の煽り動画。オロロさん志村健だよ、志村健、そうリスペクトだから。帰ります、疲れた、帰りましょう。サトシさんいいと思うバット、それで行くか。うん、みんなお疲れ、今日もありがとね、お疲れちゃん。いやいい汗かいた。サトシさん動画で煽ろう、動画で煽る、うん、試合前に流れるかんね。ああもう終わっちゃったんだ、キャンペーンかなんかだったか かもね。ありがとう調べてくれて。一応ねキックボクシングのジム近所のやつは3500円だって。うん、おろろお疲れ。カエルさん帰って雑談しますか。希望があれば、少し希望があれば。明日も仕事だからね、帰って寝ない。あ、にゃんこ、にゃんこ、あ、にゃんこだ、あ、にゃんこ、夜のにゃんこ、にゃんこかわいいよ、にゃんこ。1日3500円、2時間で。撮影許可はいただきました、ただねお金がないからね、無駄遣いできないから。
サンドバッグ使えるとか、ジムは、いや、だから、コーチ付きで3500円なんだけど、そう。中央公園だね、ここは。新宿の中央公園。心霊配信っぽくやるじゃん、今から。お前らできんの？心霊配信のリスナーできるの？できないでしょ、お前らみたいな、お前らみたいなリスナーは。俺はできるよ、心霊配信いつでも。だ、心霊配信者には心霊リスナーが必要だから。わかる？わかりる？コンビネーションだから、配信って。リスナーと配信者のコンビネーションだから。リルリル、なんだリルリルって。シモンさんガチンコ心霊クラブ、ん、ガチンコ心霊クラブ。お前らお前ら幽霊が怖いんか。そんなんだから負けるんじゃ。お化けなんか怖くないわ。なんか今聞こえたんか。聞こえるやんか。おい、聞こえるやん。怖いところ苦手？全然怖くないよ、ここ。うん。あれ面白かったよね。見せ物としては最高だったよね。さあ、もういいよ、慣れっこだよ、映るの。もう何が映ったって怖くねえよ。寒いな、早く帰ろ。ご飯何食おっかにゃ。のんちゃんの作ったヒレカツ残ってるかな。ちょっとプロテイン代わりにヨーグルト買って帰ります。トレーニング後の一杯ヨーグルト、タンパク質が一番多いんで。まあ人だろう、幽霊よりロハコさんの方が怖いから。ここは僕ん家だぞ、ちょっと待ってろ、今すごい力が湧いてくるから。ここ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 スカウターの故障か。超怖いよ。おろろさん言えてる、わらわら。お疲れ、ゆりさん、ハートありがとう、ハートありがとう。今日は寝ようかな。今日はこの後もう寝るわ。タイソンの動画見たいし、タイソンの動画を見たいんですよ。原神さんは動産逆転めっちゃ高いですよね。いやいやいや、高くないですよ、全然高くないですよ。今日はあれだな、もう終わりだ。これでタイソンの動画見ながら帰って寝ます。マイク・タイソン大好きなんで。じゃあご飯買って帰るんで、ここでお別れしましょう。皆さんお疲れ様です、おつです。また明日仕事帰りに放送、あ、仕事終わったら放送します。おつです。アイテムくれた人、応援してくれた人ありがとう、フォローしてくれた人もありがとう。おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。